久保さん、今回君にしましょうか、君。君だよと。お前が終わってんだよ。君が終わってんだよ、みたいな。そう、君にしましょうか。うん、まあ、なんすかね。君。君次第だよっていう。あなた次第みたいなね。信じるか信じないかはあなた次第。やるかやらないかは君次第だよっていう。まあほんとね、君次第ですね。信じるの信じないかはもう自分次第だし、要はまあ結局自分の人生っていうのは自分の全部責任であって自己責任であるっていう。で、うまくいかない人は自分ではなく他者、社会のせいとか会社のせいとか、まあ周りのせいにしますよね。でもこれ自己責任論というか自分で自分の責任をこう負ってこう、なんだろうな、食うものは働くべがものは食うべからずですか。だから自分の飯を食っていく分もは自分の責任で稼いでいく、自分でこうやっていくっていう、その、考え方、そのスキルですよね。だから FX に関しても久保さんも言ってましたけど、これだけやっぱもう FX が出てね、まあ、僕も多分一番結構 FX の教材をね、多分一番売ったと思うんですよ。なぜならばもう十何年前 FX っていうあれが結構出てきてね。で、やっぱトレンドだったんですよ。FX でその稼げるっていうのが結構トレンドで。まあ当時相当 FX に関するセミナーと教材ですか、スクールとかなんかいっぱい売りましたけど、まああれからもう十何年経ってるんだけども、もう相当ね、認知度はあると思うんですけど、未だにね、FX が危ないとか、まあ株も危ないとかね、まあとにかく投資が危ないみたいな、なんか風潮があるんだけど、それは勉強してるかしてないかですよね。危ないから勉強してないからずっと危ないままですよね。勉強してないから。でか、まあ、こう勉強すれば、お金に関して勉強すれば分かることなんだけども、別に FX じゃなくてもいいんだけども、ほとんどのお金持ち、稼いでる人っていうのは何かに投資してるんですよ。これはもう揺るぎない事実で、ほとんどの億万長者、まあ、本当にもう、なってる人っていうのは、もうマジで、まあ全員ではないですけども、かなりの割合で投資してますからね。まあなんかね、イーロン・マスクがツイッターの株を買う買わないみたいな話題になりましたけども、なんかその株を買って保有しておるとか、なんかまあ結構まあほとんどそうですよ。で、まああなたの会社が株式会社で、まあ上場してるんだったら、あなたの会社の株も公開されて、それを買ってる人もいるしって話で。なんかそれがね、危ないって思うんだったら、まあ勉強しないだろうし、やらないだろうし。でも、大事なのはどこをこう見るかなんですよね。君がどこを見るかっていう、見てるかっていうところですよ。確かに、危ない側面もありますよ。ね。だけど、実際勝ってる人も世の中にはいるわけですから、どっちを見るんですかっていう。少なくても僕が40歳からこう投資、お金を使ってお金を稼ぐっていうことのスキルをなんか身につけないといけないなと思ってたのは、まあ実際にそのお金持ってる人たちが、まあどう稼いでるのかっていうのを目の当たりにしてる、勉強していくとそれを、まあそういうもんだよねって、まあなるので、そこはまあ、本当やるかやらないか、信じるか信じないか、君次第ですよね。多分、久保さんがまあネットビジネスに関しても、うさんくせえなと。どうせ一部の人でしょ？ネットで稼げる人は。で、勉強していなかったら今はないわけじゃないですか。僕自身も確かにまあ一部の人なんだろうなとは思ったけど、僕は一部の人になりたいなと思いましたね。確かに一部ですよ。多分稼いでる人って。FX で稼いでる人も一部の人でしょうね。あんたはその一部の人になりたくないんですかっていう。僕は一部の、まあ確かにそういう気持ちはありましたよ。ネットビジネスね、稼げる人、すごいな。インターネットを使えるってすごいな。すごい人たちだなと。なんか雲の上の存在だなと思ってましたけども、まあそうなりたいなと思いましたね。だその思うっていうね、思いから全ては始まってると思いますけど、あなたは一部の今のままでいいんですか？今の収入のまま、今の人生のままでいいんですか？少なくとも僕は違う人生を手に入れてお伝えできることがあるとするならば、この自由な時間、自由な、生活、最高ですね。もう最高です。もう自慢しまくりますよ。最高ですと。ただし、自慢はするけども、苦言を呈しますけど、やっただけですっていう。ちゃんとやりましたっていう。今もやってるけどね、いろいろと。ちゃんとやってきたっていう、ただそれだけなんですよ。だから自慢はするけど、自慢の裏にちゃんとやってきたよっていう自慢もあるし、あなたはどんなやってきたことがありますか？勉強してきました。まあ僕もね、勉強しろって今よく言うんですけど、昔ね、僕勉強しなかったんですよ。だけど、お金を稼ぐっていうことに関しては、ビジネスに関しては勉強したし、本もね、読めない人間だったけども、もう何千冊も読みましたよ。本もね。だそれをやってきたし、読んできたし、やってきたし、それがあるから今があるんで、だ自慢というか、やってきた、その、なんかその代償というかね、そこに時間をかけたものを今得てるだけであって、何もないところからね、なんか、楽してね、何もせずね、寝てるだけでね、ここに到達したわけじゃないんですよ。ちゃんと地道に歩いてきましたよ、一歩一歩ね。その結果が今ここの、雲の、まあ、一歩一歩地道にこう歩いてきた結果、雲まで到達したっていう、雲の上まで到達したってことですね、単純に。だあなたも、まあ、千里の道も一歩ですけど、雲の上も一歩ですよ。そう。雲の上まで行くのも一歩ですよ。だそれをね、やらないと、まあ、一生、今のままですね。地上からね、雲を見上げるままですよ。でも、行けるんですよ。そこに歩こうと思って歩けば。少なくてもそれを、久保さんも証明してるし、麻雀店のおっさんですから。いってらっしゃい。